国鉄道に在籍していた電車。上波線向けに導入された、北鉄発のカルダン駆動車であり、また、当時客、観光客を対象として転換クロスシートを備え、地元名産のくたに焼きにちなんで、くたにという愛称と、磁気性の特注全面レームプレートを与えられていた。本系列は後年。 大井川鉄道へ譲渡され、同尺派6050型として1996年まで使用された。1960年代初頭には、上南線沿線の温泉需要は、世相の安定で急増しつつあった。中でも、大正寺駅や真中駅間を結ぶ、北陸鉄道や真中線においては、大阪方面からの当時客の迎え入れ置きとして、 国鉄北陸本線との接続駅である大正寺駅経由で、キハ58系による、急行列車の分割直通乗り入れ運転が真剣に、検討されるほどの活況を呈していた。この需要増に応えるべく、山中温泉への降落客を対象とする同線、唯一のクロスシート車であった、モハ5000系の後継を目的として、1962年に、 名古屋の日本車両製造本店で製造されたのが本系列である。車種構成は、モハ6000系、クモハ6001、クハ6050系、ハ波6051の2両1編成よりなり、電動車は電気的に1両で完結する構成で、単行運転も理論的には可能であった。もっとも、本系列は各車編運転台構造の永久連結構成となっており、 制御機やブレーキシステムの互換性、あるいは貫通路構造の特殊性といった問題もあったため、他系列との混用は行われず、常時2両1組で運行された。車体の設計は1950年代後半に日本車両製造が名古屋鉄道や富山地方鉄道、それに長野電鉄といった中部地方の隠し鉄に供給した。 車体長18メートルから20メートル級の2、扉クロスシート車のそれを基本としており、順調各構造の軽量車体で、窓配置は d 2 d 2 2 2 d 1 2と窓2組を1セットとする、村地窓が並べられ、客用扉は2両編成でほぼ等間隔となる、配置とされた。扉間の座席は、転換式、クロスシート、車タンブは、 ロングシートで、車体長は18メートル級となっている。ただし、同時代に、長野電鉄や富山地方鉄道向けとして、設計製作された同クラス車は、日本車両製造東京支店が担当したが、本系列と造備車である6000系に限っては、名鉄向けと同様に、名古屋の本店工場が、設計製作を担当した。その成果、 湘南型など比較的平凡なデザインに終始した先行角形式とは異なり、1961年に本店が手掛けた大作名鉄7000系の衣装の影響が認められる大小角2枚の平面ガラスを組み合わせた、他に例のないシャープかつ精神な印象の全面形状となった。また、その直後の運転台仕切りは全面展望を重視して、 低く抑え、連結面も日本車両製造本店で1958年に製造開始された演習鉄道30型に見られるような全周ホで側倉下に相当する部分だけ通常の貫通道幅に絞られた特徴的な構造を採用した。さらに側面客用扉の腰板相当部分へバスのように窓を設置するなど観光電車としてあるいは 北陸鉄道の看板電車として、非常に意欲的な試みが盛り込まれていた。斬新な設計となった車体にふさわしく、東洋電気製造 e s 5 7 1 c 電動化無軸式多段自動加速制御器と TDK-820 から 3D 主電動機、それに中空軸並行、カルダン駆動が採用され、台車も、 国鉄の DT21 系台車を基本としつつも、原設計にはなかった、ボルスターアンカーを備える日本車両を製造 ND109、ND109A がおごられるなど、こちらも意欲的な設計が目につく。この新設計機器の採用は本系列に、在来車とは一線を画する高性能をもたらしたが、これは低規格な馬車軌道に由来する、山中線の線路条件では、 自長30トンを超える大型車の導入が難しく、車体の軽量化は、当然としてそれ以上に、機器の軽量化が求められたという事情も働いての、採用であった。事実、中部、北陸地方の各社が採用した同型の日本車両製造製に、扉クロスシート車の中にあって、本系列、特に雲波6001の自長は他社向け電動車と、 比べて3トン以上軽くなっており、また、主電動機出力も MT 比1、1の 1M1T 編成を前提とする、形式としては低く抑えられていることから、高加減速、高速といった高性能車としての性能発揮をミットし、自重軽減に特に留意して設計されていたことが、伺える。造備車である6 1 0系では、 最新技術による軽量なアルミ合金溶接車体の採用で流用品の台車や線路条件に由来する厳しい心ざら荷重制限をクリアしたが本形式の設計段階では鉄道車両に適した A7N0H アルミニウム合金はまだ実用化されておらず機器側の原料を徹底するより他なかったのである本形式は1962年7月の運用開始後 主に山中大正寺間で山中線の看板電車として運用された。収益開始からしばらくは本系列と増備車六610系よりなる上南線、ロマンスカーの車内において山中節のメロディーが流れており観光客の人気を呼んでいたとされる。百七十一年七月十一日に上南線全線が廃止されたが本系列は車両限界の制約から 北陸鉄道の多線への転用が不可能であったことから廃線後に北陸鉄道と同じ名鉄の資本系列下にある静岡県の大井川鉄道へ譲渡された入線に際して北陸鉄道下南線は直流 600V 大井川鉄道は直流線5 0 0 v と河川電圧が異なっていたため本系列は暫定的に電装解除されてトレーラーとなり 赤石山脈にちなむ赤石と相性を改め古風な設計の模ハ305に牽引される形で運用を開始した。しかし、本形式の伝送品は600ボルト専用設計で1500ボルトへの昇圧を考慮しておらず、また、台車構造の関係で釣りかけ、式手電動機の挿過も困難であったことなどから昇圧工事は断念され、 モハ6001は1974年4月2日付で、正式に制御者化され、クハ6052へ改版された。また、1977年にはモハ305が老朽廃車されたことに伴い、編成を組む電動車をモハ1906と差し替え、廃車まで、これと連結した3両編成で運用された。もっとも、原因車のモハと本形式とを比較した場合、 設備格差があまりにも大きいことからもはが客扱いをする機会はほとんどなく2両編成相当として運用されたがこの構成ではワンマン運転は事実上不可能であり1984年12月より大井川鉄道大井川本線のワンマン化実施後は予備車扱いとならざるを得なかった1994年の南海2万1000系電車台一編成導入に伴って 本形式は運用から完全に離脱。その後、大城川側,側線に留置された後、もは1906ともども1996年3月30日付で廃車解体処分された、大井川鉄道区原6050系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。